ごく温かくて誠実な感じが伝わるんですよね。だからそういう方っていうのはカウンセラーとかコーチとかにすごく向いてるんですよ。いずれにしても自分のライフワークっていうのがはっきり見えた時点で困らないと思います。一緒にねいろいろやってて自分が苦手なことができる人を上手に探せば、はい、本当に自分のやりたいことが掛け算でできると思います。そうかそうかって自分が楽しくて楽じゃなかったら違う方向に進んでると思ってください。皆さんこんにちは、本田健の人生相談リア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて健さん早いですけれども今年も残すところあと2回のこの番組配信ということで、今週それから来週と2週通して改めて健さんのこの1年というのを振り返っていこうと思うんですけれども、まずあの出版ですね、その書籍に関しての振り返りをしていこうと思うんですけれども、はい、今年はですね対談本も含めて6冊の本を出版されました。あのセブンイレブン限定の書籍など新しい試みもあったんですけれども、改めて今年のリリースした本あの順番にですね、言ってみますと20代にとって大切な17のこと、うまくいく考え方、これはセブンイレブン限定です。それから風の時代を幸せに生き抜く方法、これは並木さんとの共著ですね。そしてお金に困らない答え、セブンイレブン限定の本。そして本当不安な時代をどう生きるか、そして最後が30代にとって大切な17のことということで、これは紙の本なんですけれど、これプラス電子版としては本田健書店の本が、まあ、毎月1冊ということなので12冊出ましたけれども、まあ、毎年この時期にはすごいスペースでしたねとかっていうふうに私振り返っていると思うんですけれど今年も漏れなくすごかったですね健さん。いやだから18冊でしょやっぱちょっとやりすぎましたよね。やりすぎた、健さんがやりすぎたっていうぐらいですからすごいですが、今年そのセブンイレブン限定の本ね、あの新しい試みで割とあの健さん例えばフェイスブックなんかでもヒョン の本の表紙の色のこのイメージどんな感じがいいですかっていうような投票もちょっとされたりとか、皆さんがこう参加するような感じで盛り上がりましたよね。そうですね、もうちょっとやりすぎたというか、まあ、ちょっとねいろんなそのあのこう偶然が重なってこんなに重なっていっぱい入っちゃったんですけど、来年はねもっとちょっと少なく日本 の本も、まあ、英語の本をね出していこうと思ってるので。ああそうですか、じゃあ、はい、あの日本語での本は少し抑えめになる予定ですか。そうですね、さすがに18冊も書かなくていいでしょうあのどうでしたかこの今年の初めにはこういうここまでの数の予定ではなかったんですか。そうそう、だってセブンイレブンも入ってなかったわけだから2冊ぐらい2冊か3冊かだったと思いますよ。そうですか、あの紙の本ですよね。そう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 、だからねそれが一気に入っちゃったのでちょっと大変でしたな時が5月とかぐらい大変でしたけどね。でも今でもまあ 3冊同時には書いてるので、でもそういう意味ではまあ作家としての毎日は過ごしてますね。そうですか、はい、またじゃあ来年はまあ英語で、それから あれですかね、翻訳されたそのいろんな多言語でのものっていうのも世界各地では出ていく予定なんですかね。そうですね、まあ、今これからいろいろ準備しているところです。はい、じゃあまたそのあたりのお話もいずれ形になったらお話聞かせてください。それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。橋本です、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私はこの3月に30数年勤めた仕事を辞めまして、お、まあ、それもなんか30年ぐらい前からその魂のこう違和感を仕事に対して感じてまして、うん、もうそしていても立ってもいられなくなってこの3月に辞めてしまったんです。はい、まあ、本来でしたらまだ定年まであと数年あったわけなんですけども、うん、どうしてももう違うなっていう魂が叫んで辞めてしまったんですけども、これから先何するかっていうことが具体的に何もなってないまま辞めてしまったので、うん、その将来に対する不安っていうのがすごいありまして、うん、そのことについてご相談させていただきたいと思ったんですが。なるほどなるほど、はい、今ねマシモさんのこう僕は直感的に感じるのは、はい、すごく温かくて誠実な感じが伝わるんですよね。はい、だからそういう方っていうのはカウンセラーとか
コーチとかにすごく向いてるんですよ。はい、あ、はい、で同じようなあの違和感を感じてらっしゃる方って たくさんいると思うんですよ、会社の中に、はい、なのでそういった人たちにあの向けてブログを書くっていうのは一つありですよね。あ、はい、で私はこういうことを考えてます、はい、でこういうふうな生き方をそのこう やるっていうのはありだと思いますみたいな感じのことを書いたり、はい、なんで苦しいかってことを自分なりに分析してみたりだとか、はい、あ、はい、うん、そういうふうな話を、まあ、まずシェアしていくってことが一つですよね、はい、であとは実際にその同じような分野でもうすでに活躍してらっしゃる方がいると思うんですよ、そういう人のブログって読んだことあります？ ありますね部分的にですけども、はい、うん、でそういう人で中にはね本当にこの人素敵だなと思う人がいるはずなんですよ。でそういう人とあのコンタクトを取ってみたり、あ、はい、そういう人のクラブハウスに入ってみたり、そういうことで新しい才能を使って生きてる人たちと連絡を取る、まあ、少なくともつながりを取るってことなんです、はい、それをやり始めるっていうことをお勧めします。わかりました。でそれをやることで、多分自分の本当にそのやりたいことに気がつくでしょうし、自分のね、はい、その才能もそういった人たちと付き合っていくうちに磨かれるものなんですよ。なるほど、はい、でそれをやっていくと多分あこれだなって思ったりこれじゃないなって思ったりするんですよね。うん、中でもあこれだったらやってみたいなとか、あこれやってみたい、あこれやってみたい、めちゃくちゃやってみたいっていうふうにはまるんですよ。だから今はあの今ねすぐ生活に困ることは多分ないと思うので、しばらくねちょっとそういう自分の道をその探っていくってことに時間とお金を、かけたらいかがでしょうか。はい、でそのうちにそういうカウンセリングとかそういうのでひょっとしたら同じような会社にあのこう勤めることになるかもしれませんし、あるいはいきなり独立で何か始めるかもしれませんし、でもいずれにしても自分のライフワークっていうのがはっきり見えた時点で一生ね困らないと思います。なぜかというとそういった人たちがお金を持ってきてくれるんですよ。だから今マシモさんは多分なんか一人漂う小舟の船でどうしようみたいな気持ちになってると思うんですけど、はい、ね、でもそうじゃなくてきっとそういうマシモさんに救われる人たちがたくさん出てくるんですよ。うん、はい、でその人たちがマシモさんの生活を支えてくれることになるんです。へー、全然想像つかなかったですけど、はい、うん、でもちょっと今軽く目を閉じてください。はい、今ね自分がこれからブログを書いたりとかいろんな人たちと出会ったりとかして、その結果こうマシモさんが助けられる人たちがたくさんいるんですよ、うん、でその人たちは今 大組織の中にいてすごくなんか窒息するような感じがしてたり、なんか違うなんか違うと思いながらもううつになりそうに、あるいはうつになってる人もいるかもしれない、それながらなんか光をずっと探してる時にマシモさんのブログとか本とかに出会うんです。で、ああそうかこういう生き方もあるんだっていうのを見てマシモさんに連絡してきてコーチングを5回お願いしますとか10回お願いしますとか、マシモさんが始めるオンラインサロンみたいなものとかコミュニティに入っていって癒されて自分自身の道を見出していって、それをそういう姿を見てマシモさんはあちょっと早めに会社辞めて怖かったけどやってよかったなっていうふうに想像してる、そういうふうな感動してる自分をどれだけクリアに見えますか、今見えますか、そういう自分が。なんかすごいこう気持ちが前向きになりました。ワクワクしてます、うん、じゃあもう少し目を閉じて、はい、これからね自分が助けていく人たちが目の前にこう贈り物を持っていることをイメージしてください。その人たちが感謝の気持ちと実際になんか封筒を持ってきてるんですよ。その中に授業料っていうか感謝のお金が入ってるんですよ。で、マシモさんありがとうありがとうありがとうってみんなねずっと列が、ね、長く見ていて結構長く列伸びてませんか。はい、うん、で深呼吸してああよかったって言ってみてください。ああよかった、これは自分がお役に立てそうだって気持ち、立てたって喜び、そしてこの人たちがもうすごい列の長いの見えるでしょ、はい、この人たちが1万円とか10万円ずつ封筒に入れてくれてたら、はい、一生お金の心配なんかしなくてもよくないですか。そうですね、本当そうですね、うんうん、でも心配しなくていいんだったら、じゃあ本気でこの人たちをサポートするにはどうしたらいいだろうっていうことにフォーカスできませんか、うん、はい、はい、そうですね、はい、それを今からやっていただきたいんです。はい、わかりました。じゃあ深呼吸して目を開けてみてください。今どんな気分ですか。いや、なんかこうすっきりした感じと不安が解消された感じですね。まあ、これやってこっていう気持ちよかった、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。これがね本来いる場所なんですよ。あ、はい、
なんか本当すっきりしました。うん、でここにいたらすごい、はい、いい高いクオリティの仕事ができると思いませんか、うん、はい思います、はい、でそしてマシモさんがねこの何十年かずっと感じた違和感っていうのが、はい、エネルギーの貯蔵庫にね溜まってんですよ、はい、それが情熱に変わっていくんです。情熱ですね、はい、うん、だってそのなんでだなんでだと思ったのが全部自分の情熱になるんですよ、なるほど、そうですね、プラスになるんですね、はい、おう、そう思ったら莫大な資産がありますね。そうですね、すごい資産ですね、はいね、だからそれを使って、はい、あのブログを書いたり本を書いたり、はい、進んでください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あのどうなったか教えてね。はい、ぜひお願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、はい、タイバンコク在住のミナと申します。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日はなぜか海外の人が多いですけど、コクン、サワディカーでした。サワディカー。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私の本日の質問なんですが、うん、苦手なことに対してどう向き合ったらいいのかということについてです、うん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 、実は今2つのチャリティーイベントの立ち上げに関わっていまして、うん、まさに苦手なことに直面しています、うん、仲間とともにイベントを企画して立ち上げているのですけど、得意なこととあと苦手なことが両方ありまして、どちらも私が関わって決定するという立場にいます、うん、でその状況の中で、どのように苦手なことに向き合っていったらいいのかということについて今日ケンさんにお尋ねしたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずね、人は一人で何でもできないってことをぜひ理解してほしいんですよ、はい、皆さんみたいなこうタイプの方っていうのは、はい、何でも一人やろうとするんですよね。でそしてできない自分を責めるんですよ。もっと優秀だったらこれもできたのにあれもできたのにって。でもね、そんなスーパーマンスーパーウーマンなんか誰もいないんです、はい、で僕もできないことばっかりで、なのでできることはいろんなことを面白おかしく話すことと書くことぐらいのもんで、あとは全然できないことが多いんですよね。だから本当に優秀な人たちに助けてもらってなんとか成り立ってるんですよ、はい、なのであの皆さんが考えなくちゃいけないのは、はい、自分がそれをなんとか克服しようとすることじゃなくて、それが得意な人を探すことなんです、はい、で例えばホトトギスっていうのが家康信長ってあるじゃないですか、はい、あの中では殺すっていうのかっていうな、そういうねいろんな方法があるとさ、皆さんの、はい、みなちゃんの場合は、ホトトギス泣かなかったら自分を責めるホトトギスなんですよ。だから泣くやつ探そう、ホトトギスにならなくちゃダメなんですよね。だから泣いてくれる人、一緒にねいろいろやってて自分が苦手なことができる人を上手に探せば、はい、本当に自分のやりたいことが掛け算でできると思います、はい、うん、今イベントのそのチャリティーイベントの期限というものがあって、はい、で確かに私も人を巻き込むのは得意なので、うん、いつかできたら何人もう少し複数の人たちにお声をかけして、うん、で巻き込んでいけるんですけど、うんうん、ちょっと自分に余裕がなかったなっていう反省点があって、それ、はい、でそ余裕がないからこそでも人に頼まなくちゃいけないんですけどね、本当は、はい、そうでね、準備のあれが間違ってるんですよ、はい、準備の大半はその一緒に行ってくれる人を探すのが9割で、はい、なるほど、はい、残りが1割ぐらいに考えとかなくちゃいけないんですよね、うん、なんだけど例えばファンドレイジングしてお金集めるんだったらお金を集めるのが目的になってしまうことがよくあるんですよ、はい、そうですね、はい、そうじゃなくて協力者を見つけることの方に9割のエネルギーを探せば、あの、ね、そういう人を探すってことに使わなくちゃいけないってことなんですよ、はい、だからそのフォーカスが間違っちゃってるってことですよね。そうですね、はい、間違ってます、はい、それさえ分かったら、あ、そうかそうかって、自分が楽しくて楽じゃなかったら違う方向に進んでると思ってください。はい、うん、でそしてね、なんかできない時あると、あーなんでできないんだっていうふうに自分を責めてる自分が毎日いるでしょ、はい、もうあの先ほどのね、あの彼女と一緒で、あの、はい、同じようにりょうちゃんと一緒で、そういう時、はい、だってみんなできないんだもんっていうふうに自分で言って笑う。それに許せないはずなんですよ、皆さんの憲法では。どうですか？許されませんでした。でそして可愛くて、だって例えばね、レイカちゃんっていう子がいたとしたら、同僚で働いてて、だってレイカできないんだもんとかって言って男性社員とかに可愛いとかって言われたら、こいつパンチみたいな気持ちになるでしょ。いやもう、あ、そうか、できないんだったらじゃあ私が変わろうって思っちゃう。そうかそうか。
責任感強いんですよね。だからそういう時にはあの責任感を手放して可愛く誰かにお願いするっていうのが必要だと思い出してください。はい、うん、でそしてそれをやるのが喜ぶな人が必ずいるんですよ。そうですね、その方の機会を奪ってるっていうことも自覚はしてたんですけど、そう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 、だからできない時はだってみんな、はい、だってみんなできないんだもんっていうのをアファメーションにしてそしてできる人を探そうっていうふうに切り替えてください。はい、うん、それでね、はい、相当ストレスも減るしもっともっと楽しくなると思いますよ。はい、うん、だってねできる人はどっかにいるんですよ。もうたくさんいらっしゃると思います。はい、うん、でそれを探すのが私の仕事だって、だから自分の役割はね間違いないことですよね。もうかなり間違えてましたでもそういう時にはなんでみんなできなかったのじゃなくてだってみんなできなかったんだもんって言って優しく自分を許してあげてくださいねはい新しい生き方を始めてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームレイさん、私のおすすめの本は石田勝則さんの子どもの自己肯定感を高める10の魔法の言葉という本です。社会で成功している人間は自己肯定感が強い人で、前半にこの自己肯定感の意義について力説した後に呪いの言葉と魔法の言葉について書かれています。とてもシンプルな構成ながら人を育てる上で大切なことが学べる一節だと思います。子どもだけでなく様々なところに応用できる気がします、ということで送っていただきました。そしてケンさんが選ばれた本は何でしょうか。はい、ベストパートナーになるために男と女が知っておくべき分かち合いのルール、これは英語のタイトルでは男は火星から女は金星からやってきたというタイトルなんですけど、僕のメンターであるジョン・グレイさんが書かれています。もうこの本は素晴らしいですよね、ケンさん。そうですね、今読んでもすごくこうもう響くというか、全然古くなってない感じはしますけど、アメリカなんかではでも、なんて言うんでしょう、ちょっとその男性女性とかっていうふうに分けること自体がなんか今ちょっとタブーみたいになってるので、そういう意味ではね、そのなんかすごく本質を捉えてるのに、アメリカではちょっと評価が今変わりつつある本ではあるんですよね。このさまざまなジェンダーの時代だからこそ、そう、ね、男と女で簡単に分けるなみたいな感じになってるんですよね。そうなんですか。でもこれは、はい、私も若かりし頃の恋愛で悩んだ時にどれだけ付箋を張ったか知れないっていうぐらいもうボロボロになるまでそうですよね。でそれ結婚してからまた役に立ちますよね。男性と女性と考え方違うから。本当そうですよね。どの家庭も話聞くと大体その男性と女性で同じようなことやってるんですよね。そうで、それでそのなんか話がね、やっぱり男性の話し方女性の話し方って、すごくこう一般化するのはそのなんかなんて言うんでしょう、こういや危険なんですけど、やっぱりでもそういう傾向ってあると思うんですよね。ありますね。相談に乗ってほしいとか、別に相談に乗ってほしいってアドバイス してほしいって男性を取るんですけど、はい、別に女性は話を聞いてほしいだけで、その あのアドバイスが欲しいわけじゃないんですよね。そう、これはでもパートナーだけじゃなくて、こう男性女性のコミュニケーションではすごく理解しておかなくちゃいけないことだと思いますね。ケンさんもそういうそのプライベートなパートナーシップでのそういう地雷って踏んじゃったことありますか？いっぱいありますよ。特に昨日もその娘との間ですけど、なんかカバンを買うのにね、ちゃっかりとチャックなしとどっちがいいのかっていう話でちょっと話聞いてっていうか、いいよっていろいろ聞いたら、それはチャックありだねっていうふうに言ったら、ちゃんと話聞いてくれたとか、結局だからミルクボーイみたいになっちゃったんですよねそう、チャック、それやったらチャックなしがええなみたいな、それだけで聞いて、それやったらチャックありの方がなんかね、ミルクボーイいいだろうとか言って、僕はその情報に対してフィードバックしてるんですけどなんか相談して損したとかって言われて、一体何やったんやみたいな感じのことってありますよね。だからやっぱり男性はついつい結論で、チャッカリのカバンがいいって言っちゃうけど、女性はそのプロセスをこうチャッカリかなチャックなしかなっていうのを一緒にダンスしてもらいたいっていうのは、男性は面倒くさがあるっていう、そのいいですね。男性にはそういうその選択肢すらないんでしょうね。まず
A か B かみたいな、そういう脳の構成なんでしょうね。そうなん、もうチャックありのカバンかチャックなしかはっきりしてくれよみたいな感じなんですよね。はいはい、そんなことがねこの本に書いてあるので、僕は今でも真実のものだと思います、ね、いやだから盛り上がりますよねこれはね、もううなずきながら読んじゃいますもんね。ぜひあのジョン・グレイさんのこの本も皆さん改めてチェックしてみてください、はい。ということでこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ioffice.com までエピソードとともにお送りください。以上ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。すべての知識の拡大は無意識を意識化することから生じる、フリードリッヒ・ニーチェ。不思議。